大和雪原1911年1月29日。日本南極探検は、1911年から1912年にかけて制作された、日本の短編ドキュメンタリー映画である。南極実験とする資料も存在する。梅谷小吉のエムパテー紹介が制作、配給し、1912年に公開された。 白瀬信は1910年11月28日に南極探検を開始、その後天候の不順からオーストラリアのシドニーに一時戻っていた。同探検のスポンサーである大熊重信は映画会社であるエムパテー商会を経営する梅谷小吉にドキュメンタリー映画の撮影を依頼、梅谷は同社の撮影技師でに泉保家をシドニーに派遣、随行させて、 第二次南極探検の撮影を行った。デン・イズミは胴体に随行する、全期間で 35mm フィルムを4000フィート回した。撮影機材はワーウィック貿易のワーウィック撮影機。本作は1912年に完成し、同年6月28日、エムパテー商会が配給して浅草の国技館で公開した。同年9月1日には、 同社は、他三社と合併して日活となった。日活は、同年11月15日に、浅草公園ロックの大正館を筆頭に、南極探検という映画を公開しているが、これは、牧野昌造監督、尾上松之助主演の劇映画であり、本作とは異なる。その後、知らせは、本作のフィルムプリントを使用しての公演を行い続けた。 2012年5月現在、東京国立近代美術館、フィルムセンター、早稲田大学の両社が上映用プリントを所蔵している。前者は3 5ト、mm、ルフィルム20分、後者は1 6ト、mm、ルフィルム15分である。フィルムセンターのプリントは、2001年にイタリアポルデノーネで行われた第20回ポルデノーネ無声映画祭で上演されている。 2007年度に文化庁と東京国立近代美術館が行った近代歴史資料緊急調査で探検隊支援者の遺族が所持していた851メートルの可燃性染め調色ポジフィルムが発見されこのフィルムは1940年に検閲を通過したもので長さも原型をとどめていることが判明した2015年度に東京国立近代美術館によって フィルムの不燃化とデジタル修復が行われ、2016年11月24日に東京国立近代美術館フィルムセンターで特別上映会が行われた。ありがとうございます。